はい、こんにちは、ミスター M さん、そしてガチンコマッチョクラブロゴの皆様、失礼しました。やっぱりね、ポテトチップスって食べるとキリがなくって一袋全部いっちゃうんですよね。食べるにしても 4,5 枚とかね、それから袋のうちの3分の1を食べて少しずつっていうんだったらいいんですけども、1個開けちゃうと洗濯バサミで閉じて後でねっていうわけになかなかいかないじゃないですか。幼い頃はね、やっぱそうでもなかったんですけども、今はね、一袋がっつりいっちゃうと400キロとか500キロカロリー摂取しちゃうんですよね。あんなもんでもやっぱ塩分が多いからですかね。ということでね、今日は食べ物をね、我慢するために私のプロテインをちょっと紹介させてください。まず1つ目、これクレアチンってやつですね。これシルベスタ・ストローンじゃないよ、これはね、シュワルツネガーさんがモデルになってるらしいんですよ、この筋肉ムキムキのところで。クレアチンっていうのがなかなかね、いいらしいということで買ってみました。これクレアチンね。それからBCAA ってやつをね、服用しております。こちらもまあ、ものによってはね、プロテインっていうのは選び方が難しいんですよね。強力なやつは良くないよっていう意見もありますし、私これね、 YouTube でこういったプロテインを紹介している方の動画を見て参考にしたんですけども、やっぱりね、実際取ってみないとわからないことと、取ってみてもよくわかりません。というのが、これ飲むだけじゃダメですからね。筋トレの前に飲んで、筋トレの後に飲んでみたいなことで、ちゃんと水分も取りながら体をね、使っていかないといけないですからね。だからこれだけでなんとかなるってものではないんで、なかなか難しいですよね。で、まあしかも結構金額しますしね。ということで、間食を避けるためには水分補給とこうやってプロテインっていうのを効果的に飲みながら適度なトレーニングをするのがいいかなと思いまして、そうするとね、ポテトチップス食べようかなって気にあんまりなんないんですよ。ポテトチップスとかカップラーメン食べたいなーっていう気持ちになるってことは、結構ね、だれてる時とか暇な時なんですよね。暇な時はちょっとあれ食べてみようかなって気になっちゃうんで、そういう風なね、ことにならないように、いつもいろんなことにね、集中していこうかと思います。アドバイスありがとうございました。で、話は変わりますけども、対談の件ですよね。よろしかったら5月5日の22時から24時の間で、例えばね、22時から30分ほどの予定で、まあ多少はね、短くなったり長くなったりするかもしれませんけども、目安として30分ぐらいでお取りいただければと思うんですけども、いかがでしょうか。5月5日の22時から30分前後の対談をさせていただければと思います。非常に楽しみにしています。で、対談の内容とかね、質問内容っていうのは事前にお伝えしたい方がいいものもあると思いますので、こういう内容で聞いておきますんで、聞かせていただきますんで、準備をお願いしますという形で、またね、メッセージを送らせていただきます。よろしくお願いします。時間の件ね、よろしかったら、また動画で回答をお願いします。失礼します。